数々の戦で勇猛を馳せ、ついた異名が鬼ヒューガ。前線でしょ、常に勝つなり。そう、俺こそ三河一の歌舞伎者、水野ヒューガの神勝成だ。拍手。戦国最強本多忠勝の血を引き、誠を忘れず愛を忘れず、戦国非道の世を生き抜いた我こそは徳川真田の架け橋、青いの稲姫、ここに参上。四天王のしんがりは家康公の片腕と、三方ヶ原での鎮西公、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、四天王が筆頭、酒井左衛門の城忠次献参。天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり。我が生涯かけたる望みとは、天下太平の世。時空を超えて平成の、ふるさと岡崎の地によみがえる三河節。我こそ徳川家康。家康だ。平等家康と、青い武将隊。Oh, my God.
ましてこんにちは。こんにちは。我々、岡崎市の観光大使も務めております、グレート家康公青い武将隊と申します、どうぞよろしくお願いいたします。我ら青い武将隊はですね、毎週土曜日日曜日祝日にこのような演舞をやっておりまして、普段は平日なので今日はやらないんでございますけど、もう皆さんのためにね今日は特別やりましたので、ありがとうございます。まあ、普段平日は演舞がないですけども、武将8人おりまして誰かしら必ずこの岡崎公園におりますので、ぜひ皆さんまた岡崎公園の方にお立ち寄りくださりませと、ここからはですね、こちら岡崎が生んだ徳川家康公の遺訓である官人を元にしまして、皆様と楽しく踊る官人踊りのお時間となっております。もう入ってきた、もし皆さんの中でも、盆踊りのようなとても簡単な曲ですので一緒に踊りたいという方がおりましたら、ぜひ前の方へお進みくださりませ、それでは簡単ではありますけども、官人踊りの中に2つほど官人ポーズというものがございまして、今から簡単ですけどもお教えいたしますので、皆様よろしければお手を前の方へ、お出しくださりませ。まずは官人ポーズ1番目、前に出した手を真ん中にパチンと合わせまして、まずは右から官人、そして反対が左に官人、真ん中で2回叩いて官人だと、でこれが官人ポーズの1番目でございます。もう一度いきたいと思います。せーの、官人官人官人だと、これが官人ポーズの1番目。お次2番目でございます。この2のポーズを右目の前へ官人、そして反対側に官人、また右左へ官人だと、これ2番目の方ちょっと難しいですけども、もう一度いきたいと思います。せーの、官人官人官人じゃあ、もう大体皆さん結構できておりますので大丈夫でございます。ぜひぜひ入りたい方は、このポーズ以外の踊りはとても簡単な盆踊りのようなものですので、皆さんぜひ楽しく参りましょうぞ。それでは参りますぞ、皆の衆官人踊りスタートでござる。まずは手拍子から、あ、それ並ぶ官人する官人、はい、よいしょ、並ぶ官人する官人、まずは左右にスイート早いね、よいしょ、左右に早いね、スイート担ぎまする、せーの、こいで、よいしょ、反対側、同じ体操、それでは皆様先ほどやった3人ポーズを一度目、せーの、3人
ありがとうございました。では、その雨もちょっと強くなってきましたので、最後勝ち時をお願いいたします。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。勝ち時に進めたいと思います。皆の者、勝ち時じゃ。えいえいおーえい。